この動画ではアイリス大山製テレビスタンドを組み立てます。こちらのスタンドは想定インチ数37から65インチ、カラーはブラックで耐荷重は40キロです。高さは170センチほどあり、2段階の調節が可能です。組み立てはとても簡単で、女性でも10分ほどで組み立てられます。それでは本編をご覧ください。動画をご覧の皆様、こんにちは。カリナイト広報担当の友安です。今回はカリナイトレンタル商品の移動式テレビスタンドの組み立て設置方法をご説明いたします。それでは開封していきましょう。はじめに同梱物から確認します。箱を開けるとこのように収納されています。一度すべて出してみましょう。組み立て前に部品がすべて揃っているか確認をお願いします。まずは足固定パーツにキャスターを取り付けていきます。固定にはパーツケースの N1 スパナを使用し、しっかりと固定してください。キャスターの取り付けが終わりましたら、次は足固定パーツにこちらのポールを取り付けます。固定にはパーツケースの Q1 六角ボルトと Q2 バッシャーを使用します。ボルトを締め終わりましたら、パーツケースの N2 六角レンチを使って必ず増し締めを行ってください。取り付け後ぐらつきがないか確認しましょう。次にポールを伸ばし高さを調整します。調整は銀色の突起を押しながら上部へ引き上げてください。次にポールにディスプレイ引っ掛け枠を取り付けます。3段階調節可能の穴があるので、お好みの位置に取り付けてください。固定にはパーツケースの P1 超ナット、 O1 ボルト、 O2 ワッシャーを使用します。
4箇所の固定が終わりましたら、ドライバーで必ず増し締めを行ってください。増し締めは腸ナットが動かないようにつまみながらドライバーでしっかりと固定します。次に固定棚をポールに取り付けます。棚受け金具を事前に固定棚に設置してから取り付けを行うとスムーズに作業ができるのでおすすめです。固定棚の取り付けはポールの穴にそのまま引っ掛けて完成です。次にディスプレイ固定金具を43インチ液晶モニターに取り付けます。取り付けにはパーツケースの M1 ボルト、 M2 バッシャーを使用します。また取り付け時は必ず緩衝材を敷いて行ってください。固定金具の取り付け位置はモニターにより様々になるため注意してください。4箇所の取り付けが終わりましたら必ず増し締めを行ってください。次にモニターをスタンドに取り付けます。モニターを安定させるため、落下防止ネジをしっかりと締め付けてください。お好きな角度に調整して完成となります。最後にボルトなどがしっかり締まっていること、製品全体に歪みやねじれ、ガタつきがないか確認すること、キャスターがすべて設置していることを確認してください。説明は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回紹介しました商品は1日レンタル4000円からご利用いただけます。カリナイトでは iPad、液晶モニター、ノートパソコンのほか多数の機器をレンタルしています。全国の納品先やイベント会場に最短当日発送で翌日お届けが可能です。また、すべてのレンタル商品を最短1日からお安くご利用いただけます。お見積もりは無料。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。カリナイト公式 YouTube では、今後も商品の説明や紹介など役に立つ動画をたくさんアップしていきます。ぜひチャンネル登録して今後の情報を
チェックしてみてください。